吉江さん、北海道ですか私も北海道行った時に、例のラーメン屋、ごちそうになりました。で、あの、北海道ね、車でバーっと回ったんですけど、まあ、気持ちよかったですね。楽しかったですね。のんびりしましたね。まあ、けど、私が今いるところも同じような道が結構あるんで、まあ、北海道の良さは分かるんですけども、うん、まあ、私にちょうどいい田舎道ってのは、今いる、笠岡佐藤あ辺りですかね。中国山脈を。 北に行っても島根県までの道路、なかなかオツですよ。まあ、運命を司さる言葉ってのは結構あると思うんですよ。で、運命に支配されるもの、運命を自分で切り開こうとするもの、様々だと思いますけども、まあどういうんですかね、フランスの思想家マキャベリ、マキャベリズムのマキャベリは、運命は半分運命というものが支配して、 残りの半分は人類に委ねているっていうふうに言われてましたねでこの半分っていうのは別に 50%50% 50じゃなくて人によっては6対4人によっては7対3人によっては9対1だけども100対0っていいうう支配はないそうですよねつまり完全に運命を屈服させることもできないし完全に運命に支配されることもなくてわずかな選択肢はやっぱり残されているってことなんですよね、まあ、一つのの私たちススタンスとしては 残された運命に気づかないといけないってことそしてその運命をテクノロジーが開花させることもあるってことですね、えー、例えば私たちは、まあ、生まれながらにして性別を持ってますこれは変えようがないわけですよしかし最近では性転換手術ってものがあり精神マインドも性転換することができるということがだんだん分かってきてそういうふうに生きてる人もいるということを考えればテクノロジーが運命の可能性を広げたとも言えますよね でまあ私はマージャン店のおやじとして生きていてテクノロジーがマージャン店から解き放ってくれたというふうな解釈もできるわけですよつまり、まあ、運命っていうのはある一定のその時代にしかない職業ってものを私たちに与えますけどもでもこの時代にない職業の中で新しい職業を作るというね自由も与えてくれてるのかなと思うんですよその自由に気づくのも、まあ、運命が許した 私たちへの、まあ、委ねでししょうしそして私たちが選んだものがどう乗るか反るかっていうのも言ってみれば運命のようであり運命を離脱した私たちの小さな進歩なのかもしれませんね、まあ、常に私たちは運命に支配されていまして運がいい悪いっていうのは必ずあるんですよ運がいい悪いはあるしこれは運命だから諦めようっていう選択もありますけども運命を超えていこうとする意思を私たちは持ってるのかなと思うんですよ まあおそらくマキャベリっていうのはそういうことが言いたかったんじゃないかなと思いますね。まあでも北海道ですかラーメンですかいいっすね。北海道はね、中島さんだったかなラーメン屋されていて。あれから3年経ちますけども、難しい時期を本当によくされてましたね。いや私もね、ラーメンを食べるために思い出しますと、ぜひね、申し添えていただきたいかなと思いますし、北海道にはほら、寺垣和尚っていうね、湯河原の合宿に来ていただいたお坊さんもいらっしゃると思うんですよ。で、彼は、 動画をちょびっと出したりとか、それから、Facebook でたまに出てますよね。Instagram、Twitter の方まではちょっと見てないんですけども、うん、やっぱり、僧侶もテクノロジーの時代かなと。テクノロジーがあれば、今までかからなかった橋を架けることもできるというふうに思うんですよね。うん、場合によっては、異世界への橋を架けることができるかもしれません。うちの山戸くん最近ね、宇宙人って言葉をよく使うんですよ。 宇宙人という概念が2歳であるのかそれとも2歳で備わらないのかそこも大きな運命の分かれ目かもしれませんね今回はフランスの思想家であり哲学者であるマキャベリの言葉を引用してみました運命は私たちを半分は支配するが半分は私たちの選択に委ねているということらしいですねいって